こんにちは、果実シュラーのまさきです。今日の動画は試飲会。こちらは以前つけたカニステル酒ですが、つけてから1年の時が過ぎ去りましたので、今日は第4回目の試飲を行っていきたいと思います。はい、こちらが近くからの映像です。以前より少し茶色みが増したように思います。濁っていてあまり美味しそうではないです。では注いでいきます。注げました。では飲んでいきます。うん、まあ、焼き芋。結論が出ました。こちらの1年目のカニステル酒、評定は3.3 ポイントです。1年目のカニステル酒、相変わらず生のカニステルの味がそのまま溶け出したような焼き芋味をしています。焼き芋を液体に溶かして飲んでもあまり美味しいものではありません。まあ、1ヶ月目から同じ焼き芋味を保ち続けたことによって、グラニュー糖やアルコールがこなれて飲みやすくなったとは思います。なので今回評定を少し上げることといたしました。カニステルは本場の沖縄ではカネステルと揶揄されるほどあまり売れていない果物であるそうですが、果実酒の漬け種としてもあまり活躍できないようです。いっそのこと大量のカニステルに酵母を仕込んで、カニステルの糖分をアルコールに変えてカニステル焼酎を作るのはどうでしょう。カニステル焼酎を使ってぜひ梅酒をつけてみたいものです。沖縄県の農業組合の皆様、いかがでしょう。それでは今日の動画を終わりといたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。